田上明最後の勇姿。パートナーは歴代の付き人たち。師匠への景気づけとばかりに田上の過去のテーマ曲で各選手入場。対するは天竜プロジェクト天竜源一郎。共に大相撲出身、田上は天竜からプロの厳しさを学んだという。そしてトラディション藤波辰爾。田上の恵まれた体格に藤波は戦うことがなかったジャンボ鶴田をダブらせる。田上にとって最初で最後の対決。二人のレジェンドが辞めていく後輩に最後のしごき。田上とは時に戦い、時にはタッグを組んだ正雄と志賀も花を添える。田上火山最後の大噴火。第5試合、田上明引退記念試合。田上明、森島武、杉浦隆、平柳現場組対天竜源一郎、藤浪辰爾、井上正雄、志賀健太郎組。有明コロシアムのボルテージと熱が一気に上がってまいりました。ついに田上明、その引退の時を迎えようとしています。今日はその引退記念試合、田上明とゆかりのある7人が同じマットに立ちます。井上正雄は正規軍の一員としてこの田上明を支えました。志賀健太郎は90年代若手の育成タッグリーグ田上とタッグを組んで準優勝、そんな実績もありました。ライバルであり対戦相手でもあった井上正雄、志賀健太郎です。そしてその田上明とはこれまで交わることがなかった男。ノアマット参戦は3度目、ドラゴンが姿を現しました藤波辰爾。前回のノアマット参戦は7月7日ここ有明コロシアム大会でした。越中四郎の復帰戦、藤浪辰爾、越中四郎組対小川義成、井上正雄組との対戦がありました。さあ、5ヶ月ぶりに戻ってきたこのノアマットで最初で最後の田植え戦を迎えます藤浪です。雷鳴とどろく有明コロシアム。大相撲時代は幕内前頭筆頭まで上り詰めました。そこからプロレスラーとしての転向、全日本プロレスの門を叩きました。風雲上り竜天竜です。ジャイアントママジャンボ鶴田に次ぐ全日本の看板選手として活躍しました。田上が入団し天竜が全日本を去る、その間およそ2年間プロレスの厳しさを教え続けたのがこの天竜でした。天竜の下でプロレスの厳しさを味わい、そしてプロレスの魅力を確認し、そして今がある田上明です。ダブルドラゴン同じマットに立っています。さあ、そして今日田上とタッグを組む赤コーナーです。森島、杉浦、平柳、3人でそれぞれ付き人を詰めてきました。歴代の田上明の入場テーマに沿って入場してまいります。全日本時代このテーマソングで入場してきました田上明、森島たけしが入場してまいります。ダイナミック、この大きな体を使う、そのプロレススタイル田上明から学びました森島たけし。そして森島の後を継いでノアでのキャリアではノアから付き人を始めました杉浦です。田上にとってノアに来て初めての付き人杉浦、当時30歳で田上の付き人を務めたのが杉浦でした。今日の引退試合も、そしてこれから引退後も横について田上さんをしっかりとサポートしていきたいと、そう話していました。スピードが
月からのキャリアもあります。付き人から11王者へ、森島も杉浦も上り詰めていきました。さあそして最も最近まで付き人を務めていた平柳玄馬が入場してまいりました。2008年1月から玄馬、平柳玄馬と名前を変えました。その名前こそ田上明が命名、新たな名前を与え、新たな命を授かった平柳玄馬です。有明コロシアム、田上コールがすでに始まっています。昨日の夜もいつもと同じように眠りにつき、今朝普段と変わらない目覚めを迎えました。そう落ち着いた口調で話していた田上、今姿を現しました。引退というのは一つのけじめであって、それ以上の特別な感情はないんです。自分なりのけじめをしっかりとつけたい。ああ、かつての月と杉浦がロープをこじ開け、その間をリングイン。いつもと変わらない心境で今日という引退試合を迎えました。田上明です。田上明への大きな声援包み込んでいます。60分一本勝負、濃厚な220万の志賀健太郎。田上とタッグを組み多くを学びました。志賀健太郎、220万の井上正雄。全日本プロレス時代同じ正規軍の一員でした井上正雄。240万の藤波辰巳。最初で最後の対戦、藤波辰巳。260万の天竜源一郎。角界でもプロレスでも先輩、天竜源一郎。赤コーナー190万の平柳玄馬。田植えから命名されたからこそ今がある平柳玄馬。210万の杉浦隆。そしてこれからもサポートを誓いました杉浦隆。300番の森島武。なんといっても田植えから学んだダイナミックなプロレス、森島武。270番の田植え明。これが見納め、最後の噴火。真っ赤な真っ赤なマグマのような紙テープがリング上を覆っています。田植えコールが沸き起こっています。さあ今日の試合放送席は、7年間この田植えとタッグを組み続けました川田俊明さん、そして佐久間和彦さんとともにお伝えしてまいります。川田さん、川田さんは7年間タッグを組み続けましたが、どんな今心境ですか？そうですね、ちょっと一緒にやってきたみんな人たちが一人ずついなくなってしまって、また今日その一人が引退してしまうというのはちょっと寂しいですね。そうですね、佐久間さん、はい、制限時間60分、もっともっと長く見ていたい。そうですね、田上選手のね、いろんな技をね、本当に全部見たい思いですよね。そうですね、果たして田上火山が噴火するその瞬間はどこになるのか。まずは先発はかつての付き人、一番最近の付き人、平柳です。さあ引退に向けてのカウントダウンが始まりました。先発は平柳、そして志賀健太郎でゴングを聞きました。今日の赤コーナーは田上明、歴代の付き人、この左側、平柳玄馬、杉浦隆、森島武というかつての付き人3人タッグに、あっとここは平柳が青コーナーサイド、藤波が怒るか。一方青コーナーサイド、今まさにリングの中に入っていこうとしました藤波辰巳。田上明とはまだ対戦した経験はありません。田上がこの最後の試合にいつからか、いつか対戦してみたかったと話していた藤波。
そしてプロレスのキャリアをスタートさせた全日本でプロレスの厳しさを学んだ天竜、さらにはライバルあるいは対戦相手として苦楽を共にしてきました井上正雄、滋賀健太郎、そういった面々と今日は戦います。さあ藤波がまず入ってきました。藤波と平柳というここは対戦になっています。さて今日は解説に川田さんお越しいただいてますが、はい、川田さん、はい、この田上明、はい、1993年から、まあ、2000年までタッグを組み続け、はい、まあ、世界タッグベルトを取った後、はい、まあ、ノアに田上が移籍してきまして、はいはいはい、まあ、G1 タッグのベルトを取っていない田上にとって、はい、タッグのベルトを最後に巻いたのが、まあ、川田さんとのタッグということになりますから。あ、まあ、いや本当体も大きいし、一緒に組んでるときは特に外人とやるときとかは頼もしかったですね。田上は組んでてやはりこの192センチ120キロという体格、はい、そうですね、本当に日本人離れしてますし、で見た目と違ってもうすごいかいな力があるんで。あ、そうですか、はい、かいな力、まあ、あの相撲の世界でもよく使う言葉ではありますが、佐久間さん、はい、そのカイナ力といえばこの天竜も、まあ、大相撲からプロレスへ同じような、ね、キャリアで、まあ、先を行っていた先輩ですよね。いや、そうですよね。あ、これね、今平柳が失礼な攻撃してますけど、かつてね田上選手に見舞ったような顔面切りでね、シューズの紐の跡をつけるような、ね、攻撃がこれ待ってるかもしれませんよね。そうですか、そういった場面が果たしてやってくるかどうか、ちょっと見てみたいですねそうですか、はい、このあたりは逆水平打ち込んでいく、この逆水平を、あとグーパンチ、グーパンチでいく、あと勢いつくで、このあと田上がこの天竜のグーパンチ、そういったものを受ける瞬間、逆水平受ける瞬間がやってくるのかどうか。なんといっても佐久間さん、はい、田上にとっても周りから本当に瞬間的に一気に勢いづいて、その勢いはもう誰も止められない、まあ、田上火山とね、はい、例えられますけれども、そうですね、やっぱりねその瞬間というのはこの、ね、もう最後の試合になりますけど、はい、やっぱりその訪れる場面が見たいのでね、そうですね、怒らせるようなね攻撃、燃えるような展開っていうのをね、こう青コーナーサイドにやっぱ引き出してもらいたいですよね。まだここは静かに戦況を見つめているという状況です。52歳になりました、埼玉県秩父市出身、プロレスキャリアは25年と11ヶ月、昭和36年5月生まれの52歳です。192センチ120キロ、各界からプロレス界へ、関取からレスラーへと転身を受けました。あーっと急所攻撃だ。全日本プロレス時代は四天王の一角として一時代をついてきた。さあ今田上がこの試合引退試合初めてマットの中に、リングの中に入ってきました。やはり入ってくると同時に有明コロシアムのファンの皆さん、ちょっとその歓声も大きくなってまいりました。まずはハイキックには行かせない、顔面かきむしり、全日本プロレス時代というのを、おっと、ね、さあ藤波辰巳と初対戦、いつからかこの藤波選手とやりたいという気持ちが募っていったんです、そう話していた田上明、あと聞く、だからこそ、さあと野戸は、野戸は肉か、最後の引退試合、ここは自分のわがままを聞かせてもらいました、そう話していた。あー、ここは倒された。一方の藤波もこの最後の試合に対戦相手として名前を挙げてもらったこと、これは非常に光栄なんだと話していました。これまでテレビ中継を見ていて、体の大きさ、ダイナミックさ、これは田上選手から感じ取っていました、そう話していた藤波です。まあ、ノアのリングで藤波さんと田上が一緒に戦ってるって有名なようですね。ちょっと川田さんから見ても変わったね今。いや本当に、まあ、これまで全日本そしてノアをご覧になっていたファンからしてみても、まあ、ある意味川田さん夢のような時間かもしれませんね。新日本にいながら結構ある意味藤波さんって言ったら全日本に近いようなレスラーでしたからね。そうですか、僕からしたらそういうふうに思ってましたからね。なるほど、はい、ここはさあ今度は田上と天竜、あーとここナッツクラッシュ、
佐久間さん、はい、ジャイアントの馬場さん直伝のという ね、ノーテンチョップからのココナッツクラッシュ、これ天竜選手がね事前にもう馬場さんのこの攻撃を受けてみたいという、ね、ことを言ってましたら、しっかり答えましたね。そうですね、ノーテンから竹割り、そしてココナッツクラッシュ、このあたりも和田さん、とにかくもう全日本で育ち、そしてノアでこのキャリアを終えるという田植えですからね、はい、まあ、当時の、まあ、川田さんとタッグを組んで史上最多6度の防衛に成功しました世界タッグ、そのベルトを巻いていた時代もありました川田です、失礼、田植えです。さあここは森島が入ってきました、森島と、そして志賀健太郎です。森島も19歳で付き人を詰めました。スコットに入る、森島にしても佐久間さん、田植えの体の大きさ、まあ、森島よりも身長高いわけですからね、はい、2センチ。そうなんですよね、やっぱり付け人でね、間近で田植え選手のファイトを見てて体を生かすっていうのを森島吸収してきましたからね、はい、そして GHC 王者としてドンストップ王者としてここまで歴史を作ってきました。さあ付き人が今度は次から次へとリング内に入ってきました。ノアに来て付き人を詰めたのはこの杉浦でした。今日の試合でも、そしてこれからも田植さんをしっかりとサポートしていきたい、そう話していましたが、佐久間さん、これはもういつもの杉浦の攻撃ですね。そうですね、まあ、普段の自分を見せていくっていうのはね、杉浦のやり方ですよね。はい、そしてファイトスタイルをご覧のように悪いことばっかりするようになって、親からもらった名前にこれは失礼だと新しい名前を与えたのが田植明、平柳に天馬という新しい名前を与えて、まあ、言ってみれば佐久間さん、はい、平柳も第2の、ね、プロレスキャリアをねスタートさせてもらったようなね。そうですね、ですからね、やっぱりね、こう田植選手はいろいろね細かいことを言うよりも自分のやりたいことをねやらせるというか、そういうところもあったんで平柳現場っていうね、この今のキャラクターがうまくできた感じがありますよね。いろいろな選手にこう取材を進めてみても、まあ、リングが一旦降りれば本当に面倒見のいい方なんですという話が聞こえてくるんですが、川田さんは当時この田植明という一人の人間はどういった何か感じるものというのはあったんでしょう。やっぱそれノアのリングでもその若い選手に自由を与えているようなイメージがありますしね、で僕もそのタッグを組んでいる時にもう本当自由にやらせてもらったんで、プレッシャーも何もなく、気持ちよく試合に臨めたんで、そういう面ではやっぱり人とのコミュニケーションが上手なんじゃないですかね。そうですか、そのあたり田植えならではというそんな人柄もあるのかもしれません。ジャパンプロレスを経て全日本に入団した田植え明、デビュー戦がジャイアント馬場さんがパートナーでした。まあ、そこから打倒天竜同盟を掲げてタイガーマスクが中心となって結成した決起軍、こういったユニットにも参加しました。まあ、ただそのユニットが消滅した後も天竜同盟の前に新参をなめる日々が続いた、厳しいプロレスを教えられたと、天竜さんの前に教えられたと、そう話していた田植明です。ここは勝利現場行くか、勝利現場見事に決めていきました。その後田植としては超世代軍待っていました、三沢光晴さん、そして今日ゲストの川田俊明さん、超世代軍を結成しました。当時の全日本のトップ選手打倒を掲げたユニット、ランドバックドロップ強烈、森島から杉浦へとタッチが交わされています。その超世代軍の一員としてファイトを繰り広げていた、そんな時代もありました。あとオリンピック予選スラム、これはもう最高の予選立てですよ、バックドロップオリンピック予選スラム、その前に勝利現場もありましたからね。さあここで田植明、俺が田植、まずは喉が落ち、ここはカットしてほしいですね。カットに行く、そうですね、まだ見たいですよ ね。バックドロップの体勢で抱え上げて喉を落としならば、俺が田植え、ブレンバスターで抱え上げれば、シブセメント、さあ俺が田植え、どうだ、カウント、ここは見つけました。最後は田植え、俺が田植えで仕留めていきました。
今田植え火山、そのマグマの活動を終えました。田植え明です。川田さん、田植えとしても初の付き人が素晴らしいお膳立てを作ってくれたというね、はい、ここまでね、片付けていきましたけども、なんかちょっと終わってしまったけど、ずっと見ていたい感じでしたね。はい、今リングを後にしようとする天竜とがっちり握手です。厳しく厳しく若手時代はしごかれたその天竜に、そして初対戦の娘辰巳、川田さんとも、まあ、ファンからしてみればライバル関係にあった2人ではありましたけれども、正規軍を作って新たな、ね、時代をスタートさせた。